11月22日富士スピードウェイでの SR オールスターミーティングにやってまいりました。ご覧のようにシルビア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 と SR 搭載車ということでシルビアだらけ、なんと500台の中からまたいつものようにちょっとおかしなやつだけピックアップしてみたいと思います。早速行ってみましょう。さあ SR オールスターミーティング、 SR を積んでれば何でもいいということなんですけど、ほとんどがですね当然まあねシルビア系だから、え、おいシルビアとはいえこのシルビア、フォーマルム DO1 って書いてますけど多分 SR じゃないはず。でも置いてあるということはこのシルビアに SR を積んでるはずということで、言いました多分あの方がオーナーではないかということで、もしかしてこのオーナーの方、ああどうぞ、ちょっとお話を。これはもうどっからどう見ても昔のシルビア S110 ですよね。ですよね。よかった、間違いじゃなくて。これね、これ多分今会場バーッと見ましたけど、1台もない。今日はいないですね。いないね。なぜならば、これ SR じゃないでしょ。普通はね。普通は、普通じゃない。あなたは普通じゃない。やっぱりこれに SR が積んである。積んでますね。やっぱり S110 は普通 Z 型か FJ ですもんね。なのに、まあもう半分半開きになってますからね、そもそもボンネットが。ってことはちょっと見せてください。ぜひ。俺このシルビア好きなんですよ。当てた。なんとなく見た目が FJ20 っぽくもないかな。FJ はもっとかあのカクカクしてるんですけどね。カクカクしてるんだ。カクカクしてるんだけど、ちょっと丸っぽいところなんだけども、なんとなく見た目をこの結晶塗装にしたところをね、合わせては。なんでわざわざでも変えちゃったんですか。もともとの Z エンジンが調子悪くなったんで、金かけて直して元にしか戻らないのはつまんないでしょ。でどっちかというとパワーも出せるから。そうということと、あとは長持ちするから。でも。この車自体は、いわゆる S10 とか11、からこれ S110、から12って結構希少車で、あんまりいじらない人の方が多くないですか。かもしれないですけど、まあでももともとね希少だけど、希少価値ない車だったからね。ないんだこれ。本当はないの。スカイラインとか Z 値上がりするけど、シルビアガゼル足してしなかったからね。いやいやいや、お父さん、さすがに最近はね、最近はね、最近はそう。そっか、でも10年前とかじゃ全然、そうしなかった。見向きもされないぐらい。ほとんど。今は みんな振り返るでしょ、これ。結構ね、やっぱり見ないからね。でも、さらにこれ SR 積んでても、別に何とも思わないかもしれないね。普通に。あ、なんだ SR なんだってね。いうぐらいな。SR ってスカイラインでもなんでも簡単に積めるエンジンってイメージがあって、結構ね、ああ SR ねって言われていうぐらいだ、いや結構大変だったんだけどねみたいな。やっぱり大変なんですか。ミッションもそのジャワン80の、そう同じ年代の頃の車のエンジンの乗せ替えってのは結構楽なんですって。はいはいはい、で年代が変わると。そうか、そういう意味では、全然その形、メンバーとかマウントのところもちょっと違うんだ。結構細かいところでは、まあ、オイルパン最初はカットしたりとか、スタビに当たっちゃうかとかいろいろやりましたね。これおいくつですか。54になりました。俺より下じゃねえかよで俺たちの時代からするとこれ結構やっぱねハマるでしょ。ハマる、ね、これ形も好きだったし。そうで結構あんまり残ってないのは、当時あの初日の出走行にみんなも屋根取られちゃったから残ってないんだわ。あの時に大人気だったから、要するにここの後ろ走ってたんですよね。富士のこのグラちゃんのスーパーシルエットの後ろ走った時にこれ使われてボロボロにされちゃって、みんななくなっちゃった。だから希少なんだそれで SR にして楽しく乗れると、まあ、でも最近やっぱその同じ方乗ってるのは仲間内いるので、まあそういうところで楽しみながらね、やってるし、それを自分その型式だけじゃなくて、初代から1号まで、まあシルビア一族として、シルビア、ガゼール、180、240RS、いろいろいるわけです。ガゼールも知らないもんね。ガゼールもね、ガゼールって言うと小暮課長ってみんな言われちゃうんで。あ、そうか。なるほど。なんだろうな。ということで、これ、ひときわ目立つこの形、はい、シルビアです。ね、
僕も大好きな形、この形いいと思いますね、本当にね。ということでこれにも SR が積んでありました。ありがとうございます。ありがとうございました。違うでしょ。これには多分これ間違えて多分ですけどよくあるんです。あの前日前の日からずっと置いてある車でしょ。だっていじった形跡もないし、これマーク2、これ70系ですよ。そもそも、もうそ結構もうボロいね、はっきり言うとね。だからまさか違うとは思うんですけど、念のために聞いてみようかなと。乗ってます、いますんでね。オーナーの方、あの行員風なちょっと方です。ちょっといいですか。あ、いや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 、出た、やっぱ怪しいよ。なんかあの今日は、はいはい、SR オールスターミーティング、はい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 、全部こういうシルビア、はい、シルビアシルビア、わかりますよね。はい、これ何。あ、日産マーク2。中入ってんじゃないよ、また本当にマーク2。マーク2、マーク2もマーク2、それも70系。そう、 GX71。そうバカじゃないの、本当にまさか聞きます、うん、これに積んでる。積んじゃってるんですよ、これが。積んじゃってんだ。積んじゃってる。見せてもらいましょう、はい、見せてもらいましょう。またおかしなやつがいたよ、本当に。これ古いマーク2。あ、出た。ちょっと、はいはい、積んでるね。積んでますね。そのターボだね。ターボです。タービンもこれ変わって、はい、なんかこれ変えてるじゃない、チューニングじゃないこれ。チューニングです、チューニング。何馬力ぐらいですか。400あるんちゃうかな。あるんちゃうかなって、ちょっと待って。ボディは、うん、結構汚いけどこれ。はいはいはい、あの言葉悪いですけどボロいですけど、ボディ。はいはいはい、ボロいです、ボロいです、はい、いいんだ。いや、それがいいんです。なんでちょっと待ってください。もうニス、ここにトヨタって書いて、ここに日産って書いてますけど、うん、はい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 、そうです。あの トヨタと日産の融合体なんで。すごいね。そうです。これトヨタ。いや、これ貼っただけだね。貼っただけです。あの前のエンジンのやつをこれ、うん、ペガシこう貼ったら、ちょうど、あ、はい、サイズええやないかって貼ってあって、こう トヨタを少しでも残そうとしたんです。いやいや、全然少しでも残さなくてもトヨタだから、これどう見ても大丈夫。あ、大丈夫ですかね。なんで、つのって、なんでこれ、なんでこのマーク2。マーク2、前好きな、前からそのフォードアのセダンの昭和の車でちょっとこう真相じみたことしたかったんですわ。あるじゃん、あの日産車にもセドリックとか、いや、クロリアとか。なんですけど、4発が良かったんですわ。4発のエンジン。あ、4発、あ、そうか、6気筒が嫌なの。ちょっと自分に合わない。そうか、で昔から、はい、マーク2のこの角張ったフォードアが好きで、ええ、で4発がいいって探したらこれだったの。あったんです。なわけねえじゃん。あ、この状態で買ったの。あ、そうです、もうこのままの状態で。あ、あったんです。あ、これで、ええ、作ったんじゃなくてこれで売ってたの。売ってたんですよ。あ、じゃあこれまるで普通にこの車はこうだよって言わんばかりに。そうです。バカそうですって。いつ買ったの。あ、これ買ったのは今年の6月なんです。最近じゃねえか全然。なんかSR積んでマーク271でっていかにもドリフトって感じだけど、ドリフト仕様じゃないんだね。あ、そういう仕様じゃないんですよ。そうだよね、はい、わかりました、はい、ということで大事に、じゃあ、あの乗って楽しんでください。ありがとうございます、はい、いい車見させてもらってありがとう。いや、とんでもないです本当に。変なやつだ、またいましたよ。世界一のシルビアと言われている、もちろん日本で最速ね、アンダースズキのシルビアですよ。あ、いました、いました、やっぱり。なんだ、やっぱりね、SR オールスターミーティング、これないと閉まらないね。ええ、これアンダーの、これ俺の車じゃないですか。去年ね、ぐちゃぐちゃになっちゃって、なんとか直った。これ俺の車じゃない。違う、そう、誰の。これね、ハリボテレーシングっていう。ちょっと待って、これ何、ハリボテレーシング。すごい、俺今日朝からずっと間違えられてるんですよ。
違うの？違いますよ、僕の車じゃないです。どう見てもどう見てもだよね。そうそう、このワイドさん、 それからこれ踏んでも落ちないこのリップ、ちょっと今ちょっとやめなさいあのウイング、そう独特な、そうだからちょっとカラーリングが変わったんで何かなと思ったんだけど、違うんですよ、これ何？レプリカなんですよ。レプリカ、ついにアンタースズキ、世界のアンタースズキはレプリカを作る人が現れた。そう、これレプリカ？そうなんですよ。僕の車は修理中で間に合わずで、ね、工場の中に眠ってるんで、まだその代わりに、代わりにこれすごくないですか、これこれ何すんの、これでこれ走っ、これでさっきつくば走んの、作って満足ですよね。ちょっと待って、オーナー、オーナー、あ、じゃあ、じゃあ、あんたのじゃないんだ。そう、じゃあ、あんた、オーナー、あんたいいや。あんたいいや。あんたいい。いや、ちょっとじゃない。少しでも移ろうとかいらないから。もういいから。オーナー、はい、お名前は？マーシーです。え？マーシーです。マーシー？はい。これは、何を、はい、普段乗りを。普段乗り出ましたちょっと待って。聞く。どっから来た？和歌山です。ちょっと待って。今回、これ積載だよね。いや、自走で出たこれ東名高速、そうですね、これ、はい、これフル公認、まあ、はい、これお前、サイドから出とるよ、はいね、で、ボディワイド多分 2.1 メーターぐらい、いや、2メートルってアンダーさんが言ってたんで2メートルに合わせしました、はい、でしょ、はい、で、ちょっとこんなんこれは決してタイムアタックで筑波で何秒出そうとか思ってるわけじゃない、じゃないです。アンダースズキが好きなの、アンダースズキ、別にあいつはいいけど車が、何の車が好きです、車が好き、はい、真似したの、真似してそれをイタシャにしたかったっていう、あれイタシャにしたかった、はい、真似したってことはアンダースズキが作ったそのこの御殿場にカーボン工場があるんだけど、そこで作ったわけじゃないんだ、はい、家で、家で、はい、え、家というかバイト先の、バイト先で倉庫を借りて、はい、全部、図面は、図面はないです、型は自分で、なんて言うんですか、これ、はい、いやちょっとすごいじゃん、まんまでもまんまでもこれレプリカードとしては相当な出来だよね、うん、現物を見たことない、見たことないのこれ、はい、で作ったの、はい、で今回は見れると聞いてきたんですけど、いやできてないからだからこれアンダースズキのにしちゃうよ、もうこれオーストラリアへ、オーストラリア持ってっちゃう、でもエンジンやってないんですか、エンジンやってないです、500馬力とか600馬力ぐらい、いや200馬力、200馬力ってちょっと待って、え、NA? NA です。これこんなイヤロつけてたらさ走んないよこれ、すごい車がありました、まあね、頑張って早く作って、はい、今度2台並びましょう、そうです ね本当これね、それを目標に頑張ります、レプリカなんで、はい、よく覚えておいてください、すごい朝からずっとその説明ですよ朝からずっと説明すでにいろんなカメラに撮られてますけど、大丈夫なんでしょうか本当にね、これもうね、俺はもうさ笑ってんじゃねえよ、いやでも帰ってきたんですよ、話を聞いたんですよ、皆様こんにちは、須田正樹です。気になるマシンを発見したですよ、これ絶対カフェオレこぼしとるね、これカフェオレをこぼしたら皆さん早く拭かないとこうなるよ多分、ちょっとオーナーで絶対そうやん、カフェオレもっとほらこれこぼしたやろ、まあそうですね、はい、お名前を、広井です、広井祐樹です、どこから来たですか、滋賀ですね、滋賀、はい、何ですかこれは、これはまあラプターライナーやと思うんですけど、ラクダラプターライナーです、で全体をもう塗装してしまってあるんで、
まあ触ってみてもらって分かる通りザラザラなんですよ。もう全然触ってもらって全然触らなくてもザラザラ僕の心もザラザラです。ぽいねぽいねぽいね。俺の心はツルツルよ。あ、そうですか。どうやってやるんですかこれは。まあ、これ自体はもう吹き付けで塗装されてる感じで、でまあそのショップさんでやってもらったんで、そこはもう僕も方法とかちょっとよく分かんないですけど。でも注文したのはあなたでしょ。そうですね。まあこういう感じでなんか面白い塗装ができるよっていうことやったんで、まあちょっとノリと勢いでさせてもらった形になりますね。そしたら出来上がったのはマンションの壁です。そうです。はい、これ50万円かかって自家塗装に関しては2700円です。なるほど。うちなら40万円でやってあげたのにまたお伺いします。またお伺いします。その時は、天ぷら塗装はぜひユーラスへ。さあということで SR オールスターミーティング、いろんな車ありましたねって言ってもね、好んで私が勝手に変な車ばっかりね、そんな車ばっかりじゃないんですよ本当はね。おそらく多分取っといてもらってると思いますけどもね、かっこいい、180だの13だの15だのいっぱいありますからね。本当に500台オーバーのマシンが集まった SR ミーティング、いやー楽しかったです。ということで私またどっか違うイベントに車を探しに行きたいと思います。次のイベントはどこかな。